こちらは、ニコスコ東日本です。午後6時5分現在の道路交通情報をお知らせします。新大道を久喜白岡方面へ向かわれる方にお知らせします。久喜白岡ジャンクションを先頭に、白岡西部運転まで3キロほど交通集中のため渋滞しています。ニコスコ東日本からのお願いです。冬のタイヤ装着。今日の準備など、早めの風整備をお心掛けください。また、気象情報に注意し、ゆとりのある走行計画で、安全運転にご尽力お願いいたします。三輪ラジオ、ダンカン、大泉より、お伝えしました。あなたの実際は、なかった。